Hola a todos, ¿cómo estás? ということで今回はマルイカ動画でございます。葉山港の長三郎丸さん、こちらでね、浅場のマルイカ12メーター15メーター前後、そんなね浅場のマルイカやってきました。先にね釣果の方を言うと55杯、2番手でした。トップはね、86だったかな。はい、ダントツのトップ。そして55杯で20杯差ぐらいついたか。20杯じゃねえか、30杯ですか。30杯差がつきました。まあ、そんな丸いか行ってきたんでね、早速ね釣るだけの動画です。本当に釣るだけの動画です。で、釣ってのラインナップは最終的にはこちらです。で、このこちらのね釣ってが一番乗りました。2番手はレインボーかな。で、3番手がこの中村イエローで、4番手はね、まあずっと付け替えながらやってたんで、まあいろいろ乗りました。下から2番目のこのスッテも付ける、上に一番上に付けたりしてね、乗せたりしてました。まあ、とにかく一番連チャンした時の動画です。一番連チャンした流しの動画です。ひたすら釣ってるだけ、面白さ全くありません。だけどこの動画を見終わった頃、あなたはマルイカ釣りの予約をしてるでしょう。はい、早速行ってみましょう。イエーイ。キュンキュン。
が入ってるすげえな。
ですけど言い方が。本当に最後まで見てくれたあなたありがとうございます。まあ、そんなこんなでこんな感じでね、朝晩の丸いか中盤戦ですがね、まだまだ釣れてます、ぜひともねこの動画を見て終わったあなたはもう今頃もう本当に行きたくてしょうがなくなってるはずです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。そしてこの動画が見たあなただけが釣れますように。チャオ。